藤井工務店の家づくり、今日は第3回目ということで、塗り壁、壁や天井の、自然スタイルの塗り壁についてお話しさせてもらいます。この家は今建築現場なんですけども、このように壁とか天井とか全て自然の塗り壁材で仕上げています。材料はホタテ壁というホタテの貝殻を主に主成分にした天然の塗り壁材です。以前は珪藻土を使っていたんですけども、珪藻土だとこういうコンセントとかの近くで手とか擦れると壁が落ちてしまったりするので強度が少し足りないということで、このホタテ壁にすることにしました。このホタテ壁は珪藻土同様に調湿性能もありますので、空気の質は よく保ってます。それとこの木材、梁とか柱とか木材を表しにする仕上げをするんですけども、当社ではするんですけども、そういった自然の木材との調和というか色合いもよく合います。そして一番このホタテ壁の優れているところは、まあ、クロスやそういった建材と違って簡単にお客様自らが補修できることです。家のお引き渡しの時にはこの材料一袋ですね、必ず家に置いていきますので、そうするとお客様自ら水を加えて練っていただいて、簡単にちょっと傷ついたところとかを補修することができます。ご自身でメンテナンスすることによってその家への愛着も起きますし、まあ、お金もかからないということがいいところだと思います。ということで、今日は塗り壁材についてお話しさせてもらいました。